皆さんこんにちは、ヘアメイクアップアーティストの永井香織です。今日は大人もできる韓国メイクというのをお届けしようと思います。はい、そしてモデルになっていただくのは中瀬子ゆきなちゃんに来ていただきました。なんか韓国メイクって若い人のものなのかしらっていうふうに思っている方もなんとなくいそうな気がしたので、今日は大人の皆さんも楽しめるそんな韓国メイクをやってみようと思っています。まず韓国コスメの代表的なアイテムといえばクッションファンデーションだと思うんですけれども、ゆきなちゃんも使ったりしますか？クッション使ってます。やっぱりすごい優秀なものが多いって聞くので、実力派のものが多いイメージがあります。はい、特徴としては下地もいらないし、お粉も乗せなくていい、それで、崩れないっていうところ、ここがすごく実はポイントだったりもして人気になっているっていう理由でもあります。今の、韓国のトレンド肌っていうのが実はベルベット肌と言われていて、ソフトマットとかね、ハーフマットというんでしょうか、ちゃんと内側にはこう潤いの感じが残って、そのツヤがほんのりこう見え隠れするような、そんなベルベット肌でも表面はサラッとしている、そのあたりも叶える、クッションファンデーションを選ぶっていうのが重要になってきます。今日使うのはこちらです。アイムミミワンダーベルベットラスティングクッション。このアイムミミなんですが、私 の、 以前の動画でも何度かアイシャドウとかね、リップとか出てきたと思うんですが、その韓国コスメの、アイムミミから初めてのベースメイクが登場しました。スポンジがね、結構ねこれ優秀で薄っぺらくないのよ、弾力があって。はい、ちょっと触ってみて。わ、すごい、ちゃんとしてるでしょ、すごくもちもち、密度が高い感じですね。なので、この付属の優秀なパフを使ってつけていきたいと思います。このクマの位置からシミの、ところにかけての美肌ゾーン一帯にまずトン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 とタップしていきます。でタップすることで結構カバー力も得られるし、密着してツヤがね程よく出てくるのが分かると思うんですが、この辺の外側フェイスラインの方はまあ、そこまでカバーするものもあまり皆さんないと思うし、ちょっとこうフェードアウトして薄くしていった方が立体感が保てるので、ここに結構ね10ぐらい量を乗せたとすると、そこから198763-0になるようなイメージで使ってあげると、このクッションはとても立体感がさらに出ると思います。で他のこういう小鼻とかは角を使って、ここもあんまり叩くというよりはさするような感じで、小鼻とか薄く塗りたいところはさするようなタッチ、もし気になるところがあればそこだけにトントントン、一度スポンジを小さく折り曲げて先っちょでもう少しファンデーションを取り足してトントントンという感じで、コンシーラー使いを行うと、カバーアップさせることができます。今ゆきなちゃんの仕上がり見ても分かるように、このアイムミミのクッションファンデーションなんですが、日本人のお肌向けに色を少し工夫されているんですって。つまり強くこう白くならないようなというか、そういった、仕立てに仕上がるように程よいトーンアップというんでしょうか。そして何といっても、まあ、クッションファンデーション自体が崩れないと言いましたが、このアイムミミのファンでもとにかく崩れにくいっていうことで、これからの季節にもぴったりだと思います。クッションファンデーションはお粉なしでもいいよっていうふうに言いましたけれども、そう言っておきながらですね、どうしてもちょっとつけたいお粉がありまして、つけさせてくれ。なんとこちらのドラちゃんでございます。ドラちゃんの、限定パッケージ、数量限定で発売になるアイムミミ、これはトーンコントロールフェイスパウダー DRT01。 ドラちゃん DRT ドラちゃんじゃないのこれ。 DRT01 ってドラちゃんだよね。ちょっと確認を取れないんですけれども、多分そうと思います。 DRT の01です。ドラちゃん。でこれ実は2色あって、このね01はねラベンダーになっております。鈴がいます。じゃあドラちゃんのフェイスパウダーとってもよくって、お粉大臣のお粉チェックでもこの粉は相当保湿に富む素晴らしいお粉です、うん、こちらをね少し、崩れやすい T ゾーンなどにちょっとのせていこうかな。なしでもいいんだよ、今日は特別に。ドラちゃんがつけたすぎるっていう。ラベンダーですから、ほんのりと透明感を与えながら、ちょっとやはり涼しげな印象になるような気がします。
ただね、クッションファンデーションのベルベット肌を維持すべく全体には使わずに、お顔の中央にだけ今日は使うことにしました。次に使うのはこちらです。アイムミミデュアルフェイスカラー MD01 です。ほら、これハイライトとシェーディングのスティックタイプのクリームなの。いろんなことができるけれども、今日はすごくシンプルに、少しこう立体を与えたいところと顔周りを削っていくっていうテクをやってみたいと思います。こういう背景のところに影をこうやって、本当にもうこのちょうどカーブしていくところ、フェイスラインのところにこのまま描いちゃうの。ちょっと大胆で怖いかもしれないけど、例えばこういうお鼻とかね、目の周りなんかもこれでやることができます。が、まあ今日はちょっと顔周り、そしてハイライトもこのちょっと美肌ゾーンの目のあたりに。このハイライトはね、そんなに白すぎなくってね、穏やかですね。緻密にいろいろやればね、外国人のような彫り深い顔っていうのは叶うんですが、今日はまあ毎日使えるというような感じで、ポイントを絞って簡単に、行っていきたいと思います。じゃあ先ほど使ったスポンジ、ちょっとファンデーションをここで落として、これでぼかし込んでいきます。先っちょを使って、狭いところなのでこんな感じで、ぼかしていきます。で、これはやっぱりこの髪の毛の方にっていうのかな、この頭皮の方に向かってぼかしていってあげる。特にここの生え際がね、薄くなっちゃって感じる方とかは奥の方にぼかし込んでいってあげて、で、ここはですね、もうここをさせるだけですね。少し首の方にぼかしましょうか。こちらも滑らかなクリームで、ぼんやりと自然にぼかし込むことができました。ちょっと見てみる？いいですか？おお、すごい引き締まりました。本当？結構でも自然じゃない？すごい自然です。私おでこが結構こういう形で、本当生え際のとことかが気になる、結構気になってたので、そこがすっきりしたし、立体感がより出た気がします。ではアイメイクに入っていきたいと思います。アイムミミカラーパターンパレット002。ここにチークカラーもついていますよね。ワントーンでまとめることで、誰でも簡単に統一感のある顔が作れる、そういう、パレット、韓国らしい、韓国コスメらしいパレットを使いたいと思います。少しこの3番のようなくすんだピンクを可愛らしいピンクに混ぜながら、可愛らしさの中に影色を潜ませて、きちんと目に印象を作っていきたいと思います。韓国メイクはやはりこの目の幅出しでしょうか、縦幅じゃなくて横の幅をしっかりと出して、目を印象付けていくというのが結構こうポイントになってくる気がするの。眼球を捉えるとこういう動きだと思うんだけど、眼球を無視してもっと外までぐっと外に向かって、彫りを作っていく、これも韓国メイクの特徴かなと思っています。下まぶたも涙袋を捉えつつ、目尻の三角ゾーンも捉えつつ、先ほど幅を出していった上の方につなぐべく、ぐっとここも、横幅にワイドに作っていきます。そしてお得ポイントということで、ものすごく締まるカラーがここにセットされているでしょ。これがあればアイラインも叶うんだよね。ということで、細い筆を使って、これでアイライナーを入れていきたいと思います。こちらも目の際、目頭からしっかりと入れつつ、これもしっかりね、ここまで目ですせーということで大胆に出していきます。わあ、すごい、いいでしょ、うん、で、できる人は少しこのね、筆についた余っているブラウンで、ちょっと上見てね、この目尻の三角ゾーンのところもちょっとだけ影入れて、また外に繋げていくような感じで、これあえて付け足す必要ないです。余った、ダークブラウンでぼんやりと目尻を、三角ゾーンを触って、この上のラインに少し繋いであげると、もうめちゃワイドで大変なことになります。で、最後にこの5番のですね、キラキラさんをですね、下まぶたの本当に黒目の下ぐらいだけにちょん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 と指でのせて、さりげなく輝きをプラスします。ということで、黒いマスカラをのせて完成です。アイブロウもできそうですね。マットが豊富ですからね。きなちゃんはね、もう埋めるところがないのよ本当に
カラーをちょっとだけ、そしてこのブラウン混ぜちゃおうか。眉下の地肌を、ほんのりピンクで染めていくイメージです。ということでアイブロウにもカラーがほんのり乗りましたが、ゆきなちゃんはもともと眉の、横幅がきちんとあるタイプなんですが、今回この目をワイドに作るっていうアイメイクをしましたので、皆さんは結構眉の長さを、出すということを意識してみてください。そうで、トーンの合うチークがセットされています。パープルミのチークをのせていきます。韓国だしね、この楕円ハートを、ね、黒目の下に、トンと置いて少し角度を入れて、この楕円ハートで入れてあげると、この楕円ハートテクニックはもうどんなお顔型でもみんなが、素敵になれるポジションって私思っています。正面から見ても血色が出て、側面から見ても、血色を感じられて、ほんのりと柔らかな雰囲気になる、もうね最高のポジション、それがね楕円ハートになってるよ。じゃあ、最後はリップです。使うのはこちらです。ミステリーブラーティント004です。なんとなく私今日これつけてんだけど、ちょっとこうふんわりともやっとした、そう、あのソフトマット質感で、最終的にはサラッとなる感じ。高発色なものなので、あまりこう圧力を加えずに最初はさするような感じで色の出方を見ましょう。一個だけ紹介させて、あのさ、はい、実はノラちゃんシリーズでさ、めちゃめちゃ可愛いの、これ見て、ハートがいるのよ。アイムミミリップグロス DRT の01です。ドラちゃん、あのプレーンな透明のリップグロスで可愛いハートがついていますので、まあ、限定アイテムって感じでいかがでしょうか。ということで完成しました。ちょっとこう自分が憧れるなと思う韓国っぽさにすごく慣れた気がします、うん、あ、嬉しいです。そうなんだよね、こう韓国っぽさを取り入れてはいるんですけれども、うん、やっぱりあの最初のね、あの登場の時のゆきなちゃんの印象はそのままにこう自分らしく韓国っぽっていうのが手に入ったかなって思うんですよね。自分らしく明るい肌っていうのがあの今回とても良かったなっていう風に思いましたので、ぜひとも、韓国っぽメイク、大人の韓国メイク、皆様にもやってもらえたら新しい自分があの手に入るというふうに思います。ということで今日の動画が良かったよと思ってくださった方はグッドボタンお願いします。はい、ありがとうございます。そして、コメントもお待ちしております。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。きなちゃん今日はありがとう。またいらしてください、はい、お願いします。ありがとうございました。はい、では